車のコーティング剤なんですけど、右がブリスネオですね。でプレクサスでレインドロップ。こんにちは。今日はちょっとプレクサスを使って汚いところをきれいにします。まずここ給油口、これがね、給油口こんなとこ誰も見ないんだけど、給油もそもそもね、まあ、セルフでやっちゃうから誰も見ない、自分しか見ないんだけど、ちょっとこの汚いのはちょっと嫌だなっていうので給油口を。でこれプレクサスだと、まあ、こんな汚れたままもうそのままプレクサスでやっちゃおうと思ってるんだけど、そういうことができます。であとここタイヤのね、このウィルハウスハウスのところのブリのところ、ここがねちょっと汚れてるんですよね。でこれをプレクサスで落ちるのかどうか、まあ、プレクサスって特性みたいで、全然落ちないとき全然落ちないんだけど、落ち始めると急に落ちる、当たり前かもしれないけど、なんかちょっと液状の状態、乾かない状態で液状の状態でうまく拭いてると、なんか急にバッと落ちるときがあってっていう、ちょっとそうなるかどうかも確かめてみたいと思います。
動画のご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。